どうも、はじめましての方は、はじめまして。どうも、リスナーさんの方は、リスナーさんでよろしくお願いします。マスくんと申します。イエーイ。と、まあ、一人でぼっちでやっていくわけなんですが、今回、ラジオ企画ということで、お品書きはこちらでございます。マスくんの夜ラジオって何か、そして、お悩み相談に答えたい、かっこ自己満企画、友達の相談に勝手に答えるだけという、はい、そして今日のおすすめ動画紹介というわけで、今回はそんな感じでやっていきたいと思うんですが、よろしくお願いします。まあ、なんというか、そうですね、うん、声を出したくなって、まあちょっとこれをやっているわけなんですけど、まあ、やっているわけなんですけど、まあ、滑舌がいかんせん悪いので、良くないので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということで、まあ、ちょっと試験的にね、やっていこうと思ってます。はい。はい。まず、マスクの夜ラジオって何か紹介していきたいんですが、マスクの夜ラジオ、まあ、マスくんの夜ラジオなんで、まあ、マスラジとかにしておきますか。まあ、夜なら夜ラジオって形でやるんですが、まあ、昼ラジもありうるし、朝ラジもありますよね。うん、そうなると。まあ、割とランダムにこうやってやっていきたいなぁと思ってる次第です。はい。まあ、次のお題なんですけど、淡々と進めていっちゃうんですけど、はい。まあ、お悩み相談なんですけど、まあ、これはね、割と自己満企画なんで気にしないでね、まあ、さらりと聞いてね、流してもらいたいとこなんですけどね。ね、知り合いからね、来てたんですけど、まあ、学校と、学校とか、友達とか、コミュニケーションの問題で悩んでる人がいたんですよね。で、まあ、自分のあくまでも意見なんですけど、まあ、ぶっちゃけ、僕も得意じゃないので、答えさせていただくんですけど、うん、その時に縁切れたら切れたらなのかなって最近思ってますね。はい。これどうなんでしょうね。皆さんは、なんていうか、人に好かれようとして、ね、ついてっちゃうとかあるんじゃないですかね。いろんな人いると思いますけど、結構多いと思ってて。まあ自分も一人なんですよ、実際。すっげえ依存するし。けど、最近、ちょっと考えを変えて、まあ LINE とかも今日、昨日ぐらいで切ったっていうのは、普通に、自分が、まあ、満足できるような対応が取れないっていうのもありますし、まあそこなんですけど、うん、そこでしかないんですけど、まあで実際自分の特性を分かってくれた上で、まあ、関わってくれてる人を大事にした方がいいんじゃないですかね。そしたら友達の質も上がりますからね、と勝手に個人的に思っているところでございます。はい。ぶっちゃけどうなんでしょうね。こんなんなんて、クソガキの回答なんで、もっとより良いものがあるかもしれませんよ。うん。し、まあ僕は、最悪それでついてくれる人がいなくても、やっていこうというね、まあ、気はしてね、そこまでの気でもいるので、あれなんですか。あ、そうです。発表があって、その方も学校とうまくいかないって言ってたんですけど、僕学校とうまくいかなすぎて辞めましたもんね。うん。学校ね、辞めたんですよ。うん。まあ、そういう話でございます。うん。で、今日のおすすめ動画紹介ってことで、まあ学校とうまくいかない。そんな、あなたに今聞かせてあげたいその曲、この曲。まあ、あくまでも紹介なので、あれなんですが、うん。皆さんは、よろしかって知ってますかね、うん、知ってるよね。うん。まあ、今や、大人気のね、まあ、人ですが、ヒッチコックってのがあるんですよ。で、歌詞に、先生、この先どうすればいいんですかみたいな描写があって、で、まあ、すごいいいんですよ。まあ、なんていうか、先生は人生相談です。この先どうなれ楽ですかみたいな。まあ、描写があるんですけど、すごい共感でき、僕は共感できて、なんていうか、不安、行き場のない不安とかあると思いますが、まあ、共感してくれると、
手に思ってます。というわけでマスクバイバイ。あ、すいません、延長して動画を届けたいと思います。ごめんなさい、本当にすいません。さすがに音楽紹介で略されちゃうと大変だと思うので、さすがにそれはそれで失礼に当たると思うので勝手に思ってしまったので、まあ伸ばします。はい、まずヒッチコックってやったじゃない、まあ言ったと思うんですけど、ヒッチコックっていうのが、まあ自分はまあの境遇と僕は重ねてしまうんですけど、僕は重なったんですよね。先生どうすればいいですかみたいなのを言いたいんですけど、自分コミュニケーションが下手なんで強く言っちゃうんですよ、人間不信でもね。まあまあそういう時もあるし、ドラマチックに人が死ぬストーリーってなんだか流行るじゃないですかみたいなのもあるんですよ。それってすごいなんか共感できませんか、人生絶望した時に。私は共感できました。はい、ドラマチックに人が死ぬストーリーなとこまで話しちゃうから、ごめんなさい、本当にひどいね。うん、ラジオってすごいわこれ、ぴったり合わせられない技術を持ってない人なんですけど、まあそんなところで、なんか人が絶望して死にたくなった時に僕思ったんですよ、ドラマチックに人が死ぬストーリーってなんだか流行るじゃないですかみたいな、なんかあれがあってすごい共感しちゃって、もうなんでなんでしょうね、他人を攻撃するぐらいなら自分で受けようみたいなね、風潮があるからですかね、日本は。そのくせに逃げちゃダメとか言うしね。ちょっと不可解ではあるんですが、まあ、考えられる、歌になってました。はい、というわけで、まあごっこみたいにはなってしまいましたが、喋りたいことをちゃんと喋れたのではないでしょうかね。というわけでマスくんでした。バイバイ。そしておやすみなさい。バイバイ。